はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はちょっと気になっていることがあって、そのことについて話したいと思います。その気になっていることっていうのがドラクエ10のオンラインのことですね。オフラインをやってて、オンラインにものすごい興味が湧いてきました。面白いんじゃないかなって思いますね。で、実際、オフラインからオンラインに引き継ぎができるんですよね。多分レベルとか、そう、アイテムは無理かな。まあ、レベルが引き継げるんだとは思うんですけども、もう来いって言ってるようなもんじゃないですか。これはちょっと行こうかなってね、考えるんですけどね。でも、その時に不安なことがあるんですよ。不安なことが3つありまして、もし視聴者の方で知ってる方がいたら、コメントで教えていただければありがたいです。俺もちょっとネットでしっかりと調べていこうとは思います。それではまず1つ目の不安なんですけども、レベルですね。今回オフライン、まだレベル70までしか上がりません。オンラインは、おそらく、120とかまであんのかな？多分99よりも上には行ってると思うんだけども、まあ、この70から、そのレベルマックスまで、今初めて上げれるかどうかっていうところですよね。俺、以前やってた、ゲームが、結構えぐいやつだったんですよ。レベル後半の方になってくると、もう1日10時間ぐらい効率のいい狩りをしても、1ヶ月ぐらいないとレベル1上がらないとか、そういうゲームだったんだけども、ドラクエは、そんなにエグくないんですかね。どうなんだろう。レベルマックスまでポンポン上がってくれるのであれば、すごくやりやすいんですけども、やっぱりレベルって重要じゃないですか。やっぱり今までやってた人とレベル差がどうしても開いてしまうのであれば、PVP とかそういうのも厳しくなるのかなと思いますね。レベル問題、これは結構でかいです。そして2つ目の心配事ですね。それが装備です。装備、もともとやってる人っていうのは、まあそれはもちろんかなり強い装備をつけてると思うんだけども、今スタートしてそれに追いつけるのかどうかっていうのが心配です。レベルもそうだけども、装備もやっぱりね、強いのを装備したい、上には負けたくはないんですよ。それを、この10年経った今始めたところで追いつけるのかどうか気になるよね。多分、お店で売ってるやつとかじゃなくって、作るやつでしょ？最強装備っていうと。で、作るとなると、まあこれも俺が昔やってたゲームのことなんだけども、ボスが落とす素材を集めなきゃいけないとか、そういうのがあるんだよね。で、まあその別ゲームだけども、ボスをね、独占されてたりとかするのよ。ボスが湧いたらその瞬間倒されるとか。もう近づけもできない。そういう感じになってたんだけども、ドラクエでそういうのがあってたら、ちょっと厳しいかな。やっぱり最強装備取りたいので、そういう不安はありますね。簡単にね、時間をかければできるっていうのであれば大丈夫なんですけども、どうなんでしょうか。そして不安なこと3つ目、ボスは倒せるのかどうかっていうところですね。やっぱり、レイドボスとかになってくると何人かで行きますよね。強いやつとかになると何十人とかで行くとか、そういうのあるんじゃないですか。他では結構あったんで、そういう時に俺が、その始めたての俺がパーティーに入れるかどうかだよね。やっぱり強い人を選抜していかないと勝てないとかあるんで、パーティーにそもそも入れないとか、まあ入ったとしてもものすごい足引っ張るとか、そういうのがね心配なんですよね。やっぱりやるのであればボス戦とかそういうのもやっていきたいので、まあそういうのもこれからスタートして、やっていけるのかっていうのも
気になるところですね。どうなんでしょうか。はい、ということで、今日はですね、オンラインを始めるにあたって心配なこと3つ、話してみました。まず1つ目がレベル、2つ目が装備、そして3つ目がボスと戦えるのかどうか、これですね。すべてクリアできるのであれば始めてみたいとも思うんですけども、ちょっと今からでは遅いんじゃないっていうのであれば厳しいかな。はい、まあ、とにかくちょっとこれ気になってます。自分でもネットで調べてみるんですけども、まあ、知ってる方いらっしゃったら教えてください。よろしくお願いします。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。